上沢直行、レッドソックスさん A 残留と球団発表。レッドソックスは日本時間14日、10日にメジャー登録の40人枠から外れ、事実上の戦力外 DFA となっていた上沢直行投手との再契約を発表した。で、軍の参加 3A ウースターから再出発する。レッドソックスの高良監督は上沢が DFA となった際、彼が 3A で救援投手として取り組んでいたことは聞いていたが、厳しい決断を迫られたと話していた。上沢まだ帰る気ないんだな。筒香コース確定か。他球団からオファーなかったから筒香ほどアメリカにはいられない。上沢が日本戻ってくるとか言ってた奴は謝れよ。さすがに今年戻ってきたらソフバンに行きづらいしね。上沢なんてもうハムとは関係ない人なんだからマイナーでも独立でも他球団でも好きにすればいい。筒香の真似してカッコつけてるのかな？まあまず最小格は無理だろう。放出されて再契約だし上沢サイドから見たらこれで相当不利な契約にでもなったかな。さすがに最低限のプライドはあるだろ。正直無理やろうけど後悔のないように気の済むまで頑張れ、マイナーリーガー。筒香と違ってどこにももらわれなかったのに残っていいことなくね。プロなんだから求められてるところで投げてくれ。メジャー契約もあったけど男気拒否したんでしょ？本当にあったのか怪しくなってくるわ。ご視聴ありがとうございました。